はい、おじいです。さあ、大谷翔平のね、話題になります。今回は97% 後払いの裏事情、こうじゃないのかなっていうね、まあ、おじいの頭に脳裏に、ね、よぎった内容です、ね。まあ、ずばり言うと、どうせバレるから、ね、ではないかなと思います。まずね、内容を見ていきましょう。大谷翔平ほぼ後払い効果は症状を呈する、米メディアが示唆、利益を得ると同時に、ね、これが2月の7日のニュースになります。大谷翔平はロサンゼルスドジャースと10年7億ドル約1040億の歴史的契約を結んだが、その大半は後払いとなる。大谷の契約にはさまざまな声が上がっているが、ドジャースにとっていい影響が多い。米メディア BVM スポーツが言及した。大谷の後払い契約は契約金の約 97% が後払いとなり、ドジャースは資金面に余裕が生まれた。その結果、山本投手はタイラー、グラスノ投手、テオスカー、ベルナンデス外野手の獲得に成功し、 MLB 有望株として注目されている佐々木投手の獲得も狙っていると言われている。まずここがね、実現したよということをまず念頭に置いておきましょう。そしてさらに大谷が加入したことで、スポンサーシップ、グッズ売上、ネームグライスなど、あらゆる場面で大谷が収益に貢献している。 MLB はユニフォーム販売による利益を均等に分配するにもかかわらず、ドジャースは大谷との契約後、日本でのグッズ販売が 8350% 急増した、ね。ということなんだね。大谷翔平のぶっちぎりすぎる副収入に米衝撃、ジャッジの目に10倍、何の会計士がいるんだという、ね。で、まあ、ここの内容を、ね、見てみると、大谷投手は、ね、まあ、10年間で7億ドル1014億という、ね、破格の契約が話題となった。しかしスポンサー収入、ね、そっちの方もすごいんだよと、ね。スポンサー収入についてはロサンゼルスタイムの紙の記者が該当部門を抜け出し、自身の X も注目。1位が大谷の6500万ドル、約98億円、ね。CM とかそういったものでね、98億4800万円であるのに対し、2位のブライス・ハーパーは700万ドル、約10億6000万。3位のアーロン・ジャッジは600万ドル、約9億900万。ね、もう9億、10億、ここら辺がすごい金額だと思うんだけど、実に2位と9倍以上。ジャッジとは10倍の差があることを記している。すごい内容だよね。で、まあ、お金は本当年俸ね、1億2億ぐらいしか、ね、もらわなくても、こういうのでもすでに100億、ね、あったりとか、お金には困っていない。で、ただ今回の内容はどうせバレる、ね、それを思うと、先ほどね、ここだよね、要はバレた場合ね、そのまあ契約自体はとにかくそれ以降はね、白紙撤回になるわけなんでね、不履行になるわけなんで、契約がね、まあそこのところの問題ではない。要は普通にね、契約していて1000億をね、まあ、10年でもらう、まあ、100億単位でもらうとしたら、ここら辺を獲得することができないわけでしょ、ね。で、要はバレるのは時間の問題だと思っていたら、まあ、なんとかそこをね、ごまかしを考えながら、あ、引っ張りたいなと思ってても、まあ、バレた場合のことを考えると、大谷、お前の契約のために、ね、勝てなかったんだ、ね。本当、お前がこうなるんだったら、そのお金を他に回して、ね、ドジャースの結果は変わっていた、ね。全米を敵に回すことになる。そうでしょう。で、それを考えた場合、もし万が一バレた場合に、でも年俸を後回しにすることによって、どうせ後から
あの不利口で白紙になっちゃうね、ほとんどなんだったら後払いっていう形に持っておいて、活躍して勝てる選手を入れておいた方が、要は負けたらとんでもないことになるけども、ね、命を狙われちゃうかもしれない、ね、しかしここら辺で後払いにすることによって勝てる選手を揃えておけば、まあ、あの自分がいなくなったとしても問題があったとしても、ね、負けていなければ強い矛先はある程度避けられるかなっていう、またあの勝てなくなっちゃう球団に対してちゃんと勝てる球団として残しておけば、まあ、世間的な風当たりっていうのは違うのかなみたいな、ね、そういったものもしっかりと計算していたのかもしれない、ね、皆さんはどう思いますか。割合的にあまりにも、ね、だお金はいっぱいあるから、まあ、そういう問題ではない、まあ、ただあとはね、当時はね、この後払いに関してもちょっと問題がある賛否両論というのがあったよね、要は税とかね、そういったものの対策ではないかとかね、だからマネジメントがついている以上は最大限に要はあの上限がないんだったら、じゃあ最大限に活用する、それがマネジメント側の方の役目であって、ね、でマネジメント側がしっかりとどこの球団とどのような交渉でどういう契約かっていうのをね、やっぱ動いて決めてるわけで、まあ、大谷翔平自体は、ね、まあ、個人の気持ちがとは言っても、そこの真ん中に自分自身がもうビジネスグッズになってるわけで、本当の意味の単独行動、パン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 っていうわけにはいかないでしょう。ね、で、いろんなやっぱ吹き込み、アドバイスとか、そういったものがありながらね、要はビジネスマネジメントとしてこうあるべきだろうっていう、まあ、そういうアドバイスのもとにいろいろ決定してるだろうからね。なので、本当に本来の、ね、大谷翔平の人柄から考えると、かたや通訳が真っ先に、ね、バーってなる前日に記者会見を開いている、こっちはだんまりって、そのタイミングってあまりにも不自然すぎる。そうでしょう。わーっとなって後でガーッと来たっていうのはまだしも、会見もしてるわけでね、なんで通訳の方がそうやってね、先にそうやって会見するんだ、やるんだったら一緒じゃないのかっていうね、でないとあだこうだ話がついつまが合わなくなってくるから、その場で質疑応答するのが筋なわけでね、だから本当におかしいよね。正義感があるんだったら、筋を通すんだったらちゃんと一緒にやらないとおかしな話なのに。そうでしょ。まあ、そういうことはね、不自然すぎるんだよ。だからやっぱりそのね、エンジェルスも知っていた、大谷翔平も知っていた。だって何より自分の口座でそんな何億のお金をね、こうマネジメントの通訳じゃないでしょ、ただの通訳でしょ。どうでしょう、プライベートでも家族ぐるみの付き合いがあってね、であとは通訳でしょ、あくまでもビジネスはマネジメントではないでしょ、ね、だからそう考えるとおかしいんだよ。大谷翔平の口座を握ってるわけがないから、そんな強盗ってあまりにもそれはひどいじゃないか。大谷翔平自体が赤い血が流れて人の心があるんだったら、で早めに出てこないとおかしな話になる、ね、どう考えたっておかしいし、でギャンブル自体は依存だって言ってるけど、そのストーリーもおかしなような気がする。じゃあ大谷翔平とか神さんが、じゃあ全くそういったものに興味がないのか、関わっていないのか、やらないのかで、当然ね、大谷翔平とね、なんだっけ、通訳はしっかりとそういうルールは知ってるはずだよね。で州の法律違反はしてたかどうかっていうのはまだ別問題だけど、問題なのがそういう
要は選手とか、まあ、千也君も元野球詳しいからね、で一緒にこういうルールを持って いろんなものが違うわけだから日本とは、ね、そういったものも熟知してる。ただ神さんっていうのはどこまで詳しいんだろう、ね、そうでしょ、そういった内部のことまでどこまで詳しいんだろう。そう考えると、やっぱり視聴者さんの、ね、コメントからなんでこの結婚したタイミングなのとかね、誰を守りたいのとか、でやっぱり通訳はそういったルールは知っていた、だから役にはかけていない 100% ないって言ってるように、知ってるんだよね、うん、だから知らないとしたら、うん、部外者になるわけで、その野球の要は組織から、まあ、部外者って全く関係の野球からは関係がないわけじゃん、ね、プライベートなお付き合いをしている人だから、まあ彼女だったら、まあ、身内として入ることができるからね、そういったものは認められていても、のそこのルール的なものをどこまでっていうのはね、そんな詳しいわけないじゃん絶対に、ね、だからやらかしとしたら可能性としてはやっぱり視聴者さんのコメントにあった神さんかばってんじゃないのみたいな、ね、でもそれが真実だとしても責めないよ国民は。ただもったいなかったねっていうことだけど、でもちゃんとけじめはつけた方が人の道理として、ね、ビジネスマネジメントがものすごい大事だよ、大事なんだけど、でもその前に人であってほしいな、歴史上に残る人物なわけだから、やっぱりそういうお手を残さないでしっかりとしてほしいなっておじいは願うけどね、うん、さあどうなんでしょう、こういったものもしっかりとね、彼は頭がいいから計算してたんじゃないかなと思うんだけどもね、本当に最悪なパターンを考えても一番被害が最小限に済む結果がこれだったんじゃないかなと思いました。皆様どう考えでしょうか。以上です。